国道372号起点京都府、亀岡市和香交差点国道372号終点兵庫県、姫路市下寺町交差点国道372号は、京都府亀岡市から兵庫県姫路市に至る一般国道である。天引トンネル付近京都府南丹市園部町、天引東の京都から西の姫路まで国道9号を併用することで、阪神間の大都市圏を通過せずに東海道と山陽道の往来が可能である。1995年に発生した阪神・淡路大震災の際には、国道2号や阪神高速道路をはじめとした東西の交通が寸断されたことから、被災した中国自動車道とともに、国道372号全線が東西の通過交通対策ルートに指定され、代替機能を担うこととなった。また、大阪、京都から山陽への主要回路としては、篠山町の国道173号交点から終点の姫路市までが指定され、周辺の主要な交差点67カ所に案内看板が設置されたほか、ルートマップの配布や日本道路交通情報センターの放送によって広く周知を図られたこともあり、大型車を中心に交通量が増加し、交通量を測定した篠山町及び姫路市ではいずれも約6割の増加が認められたが、当時未改良区間が多く残存していた篠山町においては目立った渋滞は発生していなかったとしている。なお、主要迂回路から外れた亀岡市から丹波篠山市にかけては京都府と兵庫県の県境になっている天引峠直下を貫通する天引トンネルが当時は存在せず、福音狭小かつ、急曲線な天引峠を越える山道であった。防災面では、京都府では、第一次緊急輸送道路に指定されており、兵庫県では、地域防災計画及び、緊急輸送道路ネットワーク計画の路線として位置づけられている。一般国道の路線を指定する政令に基づく、起終点及び、経過地は次の通り、概要で、記述の通り、阪神、淡路大震災の際に東西の動脈として代替路線として活用されたことから災害時の代替路線としてまた緊急輸送道路として道路整備の必要性が見直され震災の翌年にあたる1996年から相次いでバイパス道路建設や道路拡幅工事の事業が開始されたことで各所に点在していた福音狭小箇所や線形不良箇所が解消されてきた。また、野村港高バイパスの旧道となる社長駅東方のクランク箇所付近が2005年4月に拡幅されて、離合困難が解消されるなど、バイパス建設以外の整備工事も実施されている。交通量の傾向として、一部では大型車が約2割に達する区間もあり、この理由として、震災以降に定着したという見方とともに、高速道路の利用を避ける車両の流入もあるという、見方もある。車バイパス、兵庫県加東市、田中野村高高バイパス、兵庫県加東市野村湯の花拡幅亀岡、園部バイパス湯の花拡幅は、京都府亀岡市日江田野町柿花から同市本、梅町に至る計画延長 1.100km の道路改良事業である。1995年に事業着手し、2012年度に完成供与を予定している。沿道に湯の花温泉が立地する当地では、大和合戦に挟まれたわずかな空間に敷設されている道路は、福音3から6メートルの狭隘かつ、線形不良な離合困難箇所を抱えていた道路拡幅工事のほか、一部は山内川の対岸に新道を築造して、これらを解消する計画となっている。亀岡園部バイパスは、亀岡市本梅町、平松泥ヶ淵から、南丹市園部町羽生に至るバイパス道路である。1994年に開通した。旧道当時は、亀岡市宮前町宮川から同市、東本目町車熊にかけて、不動園部の瀬線と徴用区間となっていた。南八田道路天引道路南八田道路は、京都府南丹市園部町南八田から同市、園部町天引で、事業中の延長 1.300km の、バイパス道路である。最小幅員の 5.1 メートルは道路構造例に準拠せず、最小半径も18メートルと狭小かつ、線形不良な道路であるため、新たなバイパス道路の建設を2008年に事業着手した。天引道路は、京都府南丹市園部町天引から、兵庫県丹波篠山市西野野に至る延長 3.950km のバイパス道路である。建設中の南八田道路から連続しており、1995年に事業着手した天引トンネルを含む第1工区と2003年に事業着手した天引大橋を含む第2工区に分別される。かつての旧道は天引峠を通過する山道で、同区間は異常気象時通行規制を抱えていたため、交通の円滑化を目的としてバイパス道路が建設された。天引峠両府県にまたがる延長636メートルの天引トンネルを含む第1工区 2.090km は2003年11月22日に供用を開始して峠区間を解消し人家連丹地区を迂回する第2工区 1.860km は2009年3月20日に完成供用した。日置バイパス。日置バイパスは兵庫県丹波篠山市辻から同市八丈町に至る延長 4.550km のバイパス道路である。2007年7月1日に全線で完成供用された。当該区間の旧道は人家連丹地区を通過する狭小な道路で大型車の混入率が約 20% あり、沿道の安全を脅かしていたため、積極的に事業を推進してきた。ほぼ中間地点の上宿交差点で旧道と交差しており、当地を境に1996年に事業着手した 2.200km の西工区と1999年に着工した 2.350km の東工区からなる。工事は西工区から始まり、1999年3月に供用を開始し、東工区も旧道と交差する。辻交差点から東側で2005年3月に部分開通していた。丹南バイパス。丹南バイパスは兵庫県丹波篠山市来須野から同市この坂で事業中の計画延長 3.200km のバイパス道路である。1996年に事業着手し、国道176号との町用区間を挟み、起点側は芳ヶ谷工区、終点側はこの坂工区としてそれぞれ事業が進められており、2011年現在は先行実施の芳ヶ谷工区の一部区間で供用開始している。また、芳ヶ谷工区で実施された発掘調査では、縄文時代及び古墳時代の遺跡が明らかになっており、特に縄文時代の遺構からは住居、埋葬、祭祀、生産に関する遺品が出土しており、これらが同一遺跡内で出土した事例は、兵庫県内で2例目である。車バイパス野村高高バイパス。車バイパスは、兵庫県加東市木梨から同市電柱に至る延長 2.810km のバイパス道路である。2010年12月24日に完成供用し、終点側で、後日の野村高高バイパスと接続している。車バイパスの旧道は、加東市役所の立地する、旧社町の人家商店が連関する、中心市街地を通過し、歩道の未整備部分や屈曲点を5カ所も抱えていたため、安全で円滑な交通を確保すべく、抜本的な道路整備が課題となっていた。そこで、バイパスの建設が検討されることとなったが、近隣に一定距離を町道として、供用を開始していた、都市計画道路社外環状線が、野村高高バイパスの計画線と接続していたこともあり、短期間での完成が見込めることから、道路線の一部をバイパス整備に組み込むこととなった。このため、兵庫県が整備したのは、全長 2.810km のうち、2009年に供用を開始した山国工区 0.530km と2010年に供用を開始した田中工区 0.650km の計 1.180km のみであったため、野村高高バイパスより後発かつ長距離の事業ながら、短期間で完成供用された。野村高高バイパスは、同市野村から同市高高に至る計画延長 2.290km のバイパス道路建設事業である。1996年に事業着手して、起点側から工事が進められ、2005年6月には起点側の 1.0km が開通した。供用中の旧道区間では、加古川をまたぐ福田橋の老朽化が進行しているため、新しい橋として延長215メートルの加藤大橋が建設中であり、それを含めた終点より 1.290km 区間が2012年12月2日に開通した。小原報告バイパス。花田バイパス小原報告バイパスは、姫路市食東町小原から同市食東町報告で、事業中の計画延長 6.164km のバイパス道路及び拡幅道路事業である。起点側から小原バイパス工区 2.314km、山崎八重畑言動拡幅工区 1.650km、報告バイパス工区 2.200km からなり、終点側で花田バイパスと連続する。1996年に事業着手し、小原バイパス工区は2002年、報告バイパス工区は2007年にそれぞれ供用を開始し、完成供用は2014年度を予定している。花田バイパスは、姫路市食東町報告から道重田町小川に至る 2.7km のバイパス道路である。1996年に完成供用した。1989年12月に完成した。市川をまたぐ新小川橋西詰で言動に服しており、当該交差点は渋滞交差点として、兵庫県による渋滞交差点解消プログラムの対象となっている。俗称として、372と呼称されることがある。篠山を支点に、京都へ至る街道の歴史的な名称として、西京街道があり、丹波篠山市、福住の旧道沿いに展開する。旧宿場町とその周辺の町並みを重要伝統的建造物群保存地区とするよう2012年10月19日に開催された国の文化審議会で田中真紀子文部科学大臣に答申した。一方で亀岡を支点にすると篠山街道と称される。また丹波篠山市内ではシーニックバイウェイに指定されている丹波山街道の一つとして出願所街道の愛称が付与されている。この出願所とは、丹波篠山市を中心に歌われる出願所節という民謡を指す。交差する道路交差する場所の括弧書きは地名。それ以外は交差点名で、表示交通量平日24時間交通量。ありがとうございます。